はい、どうも皆さん、こんばんは、ロッシーです。今回は、友人に紹介されてやってみたゲームですね。少し最初プレイさせていただいて、今回、実況を撮ってみることにしてみました。ハウンズというゲームでございます。現在は DMM ゲームズのみからサービスが提供されております。まあ、TPS と RPG を組み合わせた RPS という、ジャンルには全く興味ありませんが、単に紹介されたのでやってみたというそれだけでございます。というのも、このゲームやってみて実際自分結構楽しかった部類に入るのかな。自分やっぱり FPS ばっかやってて TPS 毛嫌いしてたのもあるんですけど、実際MGO とか、メタルギアシリーズは結構ずっとやってるんですが、ということで、そんな話はしてでも仕方ない。このゲームやっていこう。さっき話した通り、なんか MMO と TPS がくっついた、要はなんかストーリーに沿ってキャラのレベルを上げながら、TPS をやる。PVP モードと、ストーリーみたいなコープモードは別々にあるんですが、当然一人でプレイすることも可能です。しかし、ルームを作成するのに、1時間ログインボーナス、または、毎日のデイリーのログインボーナスで手に入る、チケットを消費しなければならないということがありまして、長時間の連続プレイや、やりまくってレベル上げまくるという行為を起こさないように起こさないができないように、ゲーム性としてはかなり優秀かなとは思います。やり込み要素もまだトライアルなんで大きくはありませんがね。サブ任務特進でも、サブ任務はクリアできるわけもなく、メイン5もまだクリアしていませんが、メイン1だけなぜかチャレンジもクリアされているというこの状況。今回はメイン1の偵察から、ストーリーをとりあえず追っていこうと思っております。もうクエストもやるクエストもなく、かなり暇にレベル上げだけしている現状なんで、アイテムを集めて、アイテムを分解だったり、うっ飛ばして金集めて、素材集めて、武器を強化したりとか、もうそれぐらいしかやることは残ってないんで、普通に今回はこの通りストーリーを追っていこうと思います。一人部屋でパスワードをかけて、実際パーティープレイしてもいいのですが、実況撮るならやっぱり一人の方がいいかなと、少し時間は長くなってしまいますが、お付き合いいただけると嬉しいです。私実際、バイオハザードとかその辺は含んで、ゾンビ系ってかなり好きなんで、って言っても、それこそゾンビとか言ってもなんかロボットとか出てきちゃうとうーんってなっちゃうんですが、ゾンビとかそういうなんか変異生命体みたいなぐちゃぐちゃしたやつらが銃を使ってきたり遠距離武器を使ってきたりするとさらに興奮する、そんな感じがして、以前エターナルシティ2や、このゲームも多分トライアル終わっても続けていくかなと思います。お、ゾンビさん。で、今回装備している武器は縦にアサルトライフルでございますが、多分アサルトライフルは使わないと思います。イエーイよ、くしょ、死体吹っ飛んでじゃねえよ。消えた。あれシュイン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 、くしゃ。さてやっていきましょうか。今回は書いてある通り偵察任務でございます。よし、こうやって遊ぶのはこれぐらいにしておいて、よし、何回もクリアしてるんでね、退屈なもんになっちゃいますがやっていこうと思います。なぜ盾なんか使っているというと、これは単に遠距離攻撃を防げるというだけなんですがね。それでピストルも威力は高く結構強い武器にはなっております。これよりガトリングの方が断然強いんだけど、実際のところはガトリングが打ちすぎるとしばらくの弾が打てなくなるみたいな、ちゃんと冷やせみたいなのがあるから、こっちの武器の方がやっぱり愛着が湧くのかな。しかし精度が非常に悪いというのがあれですね。これ死体かよ。イエイイエイイエイエイウォーうわ、そうだ、ナイフってスタミナ消費するんだった、忘れてた。よし、見ての通り結構ゾンビの数が多いんですよね、このゲーム。またソロでプレイするのとマルチでプレイする、数人でプレイするのではストーリー展開が変わったり敵の数が大きく変わったりと、なんか結構面白い要素も多くて、ぐしゃ、おお飛んだ。なんかまだいる、もしかして後ろの方。このゲームの面白いところは、今のところこのように
なんかレフト・フォー・デッドとはまた違いますけど、こうやってゾンビだったり、まあ特殊な攻撃をする変異生命体たちを、まあ思うより乱獲できる、ぐちゃぐちゃと殺しまくるというところが爽快で楽しいんですよね、これは。で、弾を補給して武器を修理してと、室内戦ではこの盾が本領発揮しますよ。これはどんどんやばくなるな、どんどんやばくなるな。もうね、武器が強すぎてやばくないっていうね。あー怖ーい、ぐちゃぐちゃぐちゃ、よし、さよならまあこんなもんですよ。だって道道に落ちてるなんか赤と白の箱壊すと、はした金が手に入ります。でも毎回思うんですけど、こういうゲームの主人公って布とか鉄のかけら拾って何に役立つと思うんですかね。まあ実際役立つんですが、どのクラスのものかはわからないが、おお、なんかこういうさ、なんか感染したっぽい部屋見ると興奮するんだよね、結構。なんかほんとこういうゲーム好きだわ。ドンキに偵察している場合じゃないと言いながら、この人この後も偵察続けるんですけどね、実際。弾薬送電中、送信機の作動忘れるなよ。送信機のスイッチを入れる。うん、よし。今のはなぜか必須イベントなんだよね、これ回避できないっていうのがめんどくさいのあれ。うおー、弾薬送電中。ゾンビがサナギから生まれてくるっていう発想がなんか珍しい気もする。なんか変異生命体がサナギから生まれるっていうのはよくある話だけど、なんかゾンビそのものがサナギから生まれるっていうのはなんか珍しいよねと思いつつ、マルチプレイだとここにラフレシアっていう巨大ラフレシアだっけ、なんかあマンドラゴラだっけ、ラフレシアだっけ、なんか巨大な、よし、ザク、巨大なね花みたいなのが湧くんだけど、それポイント美味しいんだけど、実際それマルチだとわからないんだよね。何人以上で湧くのかってところは実際わかんないけど、おうおうおお、まだまだいるじゃねえか、ぐちゃ、イエイイエイ、よし、行き止まりじゃねえか、その箱を解けろ、その間援護する、はい、ん、後ろから声が、ぐちゃ、あら後ろから声が、あー俺のバカー、よし、おい、よし、箱の動きは完全に物理法則を無視しているのは気にしてはいけない。そして偵察任務を最小局面へ。ゾンビゲーあるある、ガソリンスタンド、ほんとゾンビゲーあるあるだから困る。レフトフォードってでもそうだよ、普通にあれだね、なんだっけ、バイオハザードでもあったよね、そういえば。最後ガソリン、最後じゃないけどガソリンスタンドに行ってうんたらかんたらは絶対ゾンビゲーにはあるある。なんでわざわざ銃撃ったら爆発するようなガソリンスタンドが絶対出てくるのかは謎だけど、よし、でこっからは簡単です、生き残ればいいんです。もうこっからひたすら敵が攻めてくるんで、くそ、敵の大軍が、本部応援は、本部応援は、偵察部隊があるならそいつらに偵察をやらせろって話だよな、ほんと。それまで粘ればいいんだな。粘ります、粘ります、2分30秒粘ります、粘ります、いやおー、もうね盾持ってる私は無敵ですから、もう無敵って言ったら語弊ある、何度も死んでるもんな、実際チャレンジモードで実は低階級の人を受け入れてくれるチャレンジの部屋っていうのはかなり少ないので、まあチャレンジはそれなりに難易度も高くて慎重にやんなきゃいけないと。わーっとだからこそ、あの強い武器強い防具を持っているまあ上級者、階級の高い人しか受け入れない部屋が大半ですので、チャレンジャーにはまあ自分で部屋立ててフレンド呼ぶか、まあソロで頑張るは過去無理なんで、基本的には今の装備じゃ。
よし、いつかチャレンジモードの実況もできたらいいなとは思いますが、多分このゲーム話すことがなくなるよね。武器の種類もまだ全然少ないしな。おっとおっと、武器の種類も少ないし敵の種類も少ないしクエストもないし、追ってくストーリーがなんかまだ範囲狭いのよね。サブクエとかがトライアル終わって実装すればかなり面白いゲームになる気もするんだけど、まだまだ準備段階、これからどうなるか本当このゲームは期待ですよ。よし、あと1分か、こんにゃろ1分、1分なんてすぐだよ。チャレンジモードだとこれ超巨大変生命体とか銃撃ってくる敵とかバラバラ出てくるからかなりきついんだよね。6人で行って最終的に生き残ったのは俺ともう1人の2人だけ。まあ生き残るための作戦として、あの部屋の奥に、あの部屋の入り口で敵を殺しながらキンキンになったら部屋の奥にあの逃げて、あの敵を尻尾トレインして巻きながら外出て走って別の建物に移るっていう方があるんですが、それ使えばなんとか生き残れたレベル。まあ実は青鬼みたいなもんですよね。トレインして逃げながら、まあ障害物をうまく使えば回復しながら、まあダメージを結構受けますけど回復して、また回復しきったところに敵が戻ってくるみたいなタイミング取れるんで、かなり楽というのが。ぐっちゃ、最後の1匹。 CFA 遅いぞ、全員無事だ。もうこの字幕とセリフが違うのは気にしないことにした。本当偵察隊遅い。とこんな感じのゲームです。まあランダム報酬は無料ゲーあるあると、いいの出ろよ。と皆さんがまあやる気出るかどうかは分かりませんが、こんな感じのゾンビかっこゲーでした。まあゾンビゲーというとまた何か違うかもしれませんね。ゾンビだけじゃなく変異生命体、単にまあそれに TPS ですし、ストーリーモードは追っていく中で結構面白みが分かるとは思います。そういえば何もらったんだっけ、サブマシンガンもらったのか。実際なぜこんないい武器を手に入れてしまったのか謎だがまあ今回はこの辺で終了にいたしましょうか。だいたいデュレーション的にも11分12分いってるよねこれ多分録画、まあ、皆さんもやってみる気があったらどうぞ、まあやってみてください。私もまあフレンドは募集中といえばいいのでしょうか。まあ募集中でございます。あれあそこどうやって登ったんだあいつどうやって登ったんだあんな場所おいおいまあいいや、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ハンズシリーズ、ストーリーの方本編追っていこうと思いますのでよろしくお願いします。では。